しぶりにね、雑談のコーナーを行かさせていただきます。こないだね、連れとね、喋ってたのね。それでね、バーフバリって知ってるって言うから、え、何それって言うんでね、ちょっといろいろ話聞いてたんだけど、インドのなんか映画で今すごく人気なんだって。そのね、キャラクターのお菓子探してるんだけど、連れが住んでるね、周辺では売ってないんだって。だからもしさ、近くにあったら見といてくれないって。特に輸入作家、インド系の。それなんでね、ファンク、たまたまね、仕事上野でやってたのよ。上野とか御徒町って輸入作家さん、いっぱいあるじゃん。だからね、やってみたのね。で、店員の人にさ、すいません、バーフバリのお菓子ってありますかって聞くとさ、みんな、あ、ないよ、つって、みんな笑うのよ。なんで笑うのと、不思議だったんだけども。で、連れとね、話し、メールで話してたらね、どうもね、なんか梅ジャムあるじゃん。あれ並みにね、もう入手困難なんだって。で、ネットとかではね、高額で今ね、取引されてて、うん。で、もうそのお菓子自体があまり入ってこないらしいんだけど、そのね、バーフバリの、なんかキャラクターが描かれたパッケージのお菓子がね、どうしてもね、もう、マニアの人たちの間ではね、もう、取引されてて、普通に買うことできないっていうのよ。それさ、教えてくれなかったからさ、ファンク知らないじゃん。簡単に買えると思っていろいろね、お店寄ったんだけど、もうみんな笑うのよ。うん、だからそれだけね、もうみんないろんな人も来てるし、もうないですよ。ふふふっていう感じだと思うのよ。いや、事情がわからないからさ、あれ？俺今漏らしてるってさ、ねえ、なんか自分が悪いかなと思っちゃっててさ、あ、そういえばね、御徒町のところにね、なんかスケート場できてたよ。氷じゃなくてね、なんか滑る床かなんか設置してて。で、なんか面白そうだなと思って、ファンもやろうと思ったんだけど、近くにいたね、なんかちびっこギャングがいたからね、これ滑る？って言ったらね、いや、全然滑らないって言ってた。つまんないって。さすがちびっこギャングね。結局ね、上野もね、御徒町もなかったのよ。しょうがないから秋葉原まで来てね。で、輸入坂さんね、ファンクのしてるとこ何軒か潰れてたんだけど、残ってたところでね、このね、ミルクビッグっていう、なんかこれのお菓子のパッケージがそのバーフバリのね、キャラクターの、なんていうの、お菓子であるらしいのよ。で、結局、ノーマネーでフィニッシュだった。見つからんね。みんなどっか見かけたら、ここに売ってたよって教えていただけると助かります。てかね、売った方がいいと思う。いや、高額にも取引されてるらしいよ。いや、結局見つけられなかったな。まあ、しょうがないかな。そのね、話がね、話題になったのは結構前らしいのよ。だからね、ちょっとスタートが遅れた分ね、もうみんな買っちゃってんのかもしれないね。それでね、バーフバリって何？と思ってね、ちょっと YouTube で予告見たのよ。300って映画知ってるかな？アクションで。アクションっていうか、スパルタ軍の、話なんだけど、あんな感じのすごいさ、アクションシーンがある、インドの伝説の勇者かなんかの話なんでしょ？なんか、武器とかがね、ぶっ飛んでんのよ。なんか変なハンマーみたいな。ガンダムでいうさ、あまり役に立たないイボイボのついたさ、ハンマーあるじゃん。ハンマーっていうか鎖がついてる。あんなので敵をバッタバッタとさ、倒したりとかさ、なんか変な汽車っていうか、なんか馬車にね、なんか、ニュルニュルっとしたなんかね、回転する刀がね、なんか回転してんのよ。今の説明じゃ多分わかんないと思うけど、もしね、そのバフバリを見たことない人はね、YouTube で予告編見てみて、本当にね、変なニョロニョロのね、なんか刃物かなんかがね、馬車のね、前にね、設置されてて、回転してんのよ。
いや、これ面白そうだね。いっそ、ファンク、やっぱりさ、もうおっさんなのかな、古いさ、情報しかさ、ストックがさ、頭の中にないのね。これもう、何、パート2ぐらいまでやってんでしょ？いや、この映画がやってたこと自体ファンク知らないもん。あれ？あれはもう、だいぶ昔、永遠のゼロ。あれはもう、チームバッティスタのなんとかとかあったじゃん。ファンクの、今、映画で、あ、最近、こんなのを、なんか耳にしたかなっていうのがもうそれぐらいかな。なんか、時代に取り残された、なんか老人な感じしてきたよ。なんかすごく悲しい。ファンクの方のね、近況なんですけども、またちょっとね、会社でね、ファンクの住所一人辞めちゃうんでね、相変わらず、仕事が楽にならないけども、まあ、仕事全然ないよりもさ、いいじゃない。っていうふうにね、意識をね、切り替えてる。あと、やれる人がもう少ないしさ、もし入ってきても、ね、事務処理とかさ、ね、まあ、わからないじゃない。だから知ってる人で何とかフォローしながらっていうふうに考えてるんだけども、有給いっぱいあるからね、早く消化したい。今年寒いじゃん。だからね、ちょっとファンクね、休みいっぱい欲しいんだよね。それで、ちょっと料理動画をね、やろうと思ってんのよ。実はね、妹からね、焼き芋をさ、焼く、なんていうの、壺じゃないんだけど、なんかそういう鍋みたいなのもらったのよ。え、これ何って、え、焼き芋焼けるやつだよって。え、いらないのって言ったら、いや、ちょっとね、部屋荷物増えてきちゃって、もしよかったらもらってくれるとありがたいんだけどって言うからね、もう速攻でもらって帰ってきちゃったのよ。あと、ファンクさ、料理でさ、得意料理がさ、実は燻製なのよ。だから久しぶりに燻製も作りたいなと思ってんだよね。やりたいこといっぱいあるんでね、ちょっと頑張ってね、行きたいと思ってますので、皆様よろしくです。そういえばね、地元で面白い話あったんだけど、コンビニでね、恵方巻きがね、山積みにされてたのね。で、全部でね、一個一個ね、50円引きっていうシール貼ったって。あ、安いなと思ってたんだけど、それともみんな誰も買っていかなかったのよ。で、面白かったのが、プラスチックのね、入れ物にね、3個セットで、それが50円引きなのよ。で、店員のね、お兄ちゃんと話したのね。1個50円だったら、3個分だったら普通150円安くなるわけじゃないですか。これって、50円だけしか安くならなかったら、損だからみんな1個ずつのやつ買うんじゃないですかって言ったら、あ、そりゃ、僕も、そう感じてたんですよって言うのよ。それでもね、結局売れないですし、なんか店長がね、もし売れるんだったらっていう希望をね、込めて、パッと見て、あ、50円引き安いと思ってね、その3個セットのやつ買っていく人を、ちょっとね、待ち遠しくね、見守ってるらしいのよ。だから買っててくれないかなっていうことらしいのみたい。で、なんていうかな、分ければいいじゃない。3個セットと、1個だけのやつはちょっと違う場所に置いとくとか、レジの前に置いたのね。で、嫌でも見えちゃうじゃん。で、1個50円のやつ、3つ買った方が安いって、普通気づくじゃん。あ、でもそれでも結局売れなかったけどね。で、今日ね、コンビニでタバコ買いに行ったのよ。したらね、お兄ちゃんがいてまた話したのよ。売れたんですかって言ったらね、あれから一本だけ売れましたって。恵方巻きって本当は人気ないんですよねって言うのよ。まあそういう文化ないですからねって話したのね。で、そんな安くないじゃん。だからみんなね、おにぎりのコーナーにあるさ、納豆巻きとか、ああいうやつのが全然売れるんだって、いくら巻きとか。
これなんで入れちゃってんですかねって言ったら、いやちょっとわかんないですけど店長が入れてるんでって、あの本部から言われてんじゃないですか、これぐらい入れるとか、ちょっと僕わかんないですけどって、うん、多分そういうのあるのかもね、うん、ちなみにあのこれネットで見たんでちょっと信憑性がちょっとわからないんですけど、こういうのってノルマで買えとかって言われてんですかって言ったらね、はははははって笑ってた。それ聞いてくる人何人かいたんですけど、実はですね、今人不足じゃないですか、店側もそんなこと多分言えないんじゃないですかって言ってた。今全然なんていうのノルマとかないんだって。その代わりできたらお願いってね、泣きつかれるんだってで店長かわいそうだからって言うんで、1個とか2個ぐらい買ってって家で食べるぐらいしかみんなやってないって言ってた相当残ってるからね、もう店長の泣きが半端じゃないって言ってたそれでも毎回入れるってことは多分本部から入れるように言われてるのかもしんないね、うん、ちなみにね、賞味期限がね、今日までで、海鮮物かなんかの恵方巻き力入れてたのね、そこ、50本以上残ってる、うん、これはファンクが店長だったらね、泣くな。いや、自分で食べて、あと他のもの、お金使わないでね、食べないで、うん、恵方巻きだけをね、食べて、なんでこんなものが、この世に存在するんだってね、暗黒面に落ちちゃう。うん、暗黒面で。この間ね、ちょっと悲しいことあったね。ちょっとみんな聞いてくれる？ファンクの連れがね、なんか手を広げてね、ファンクの方にかざすのよ。で、何それって意味が分かんなくて聞いたら、連れがね、暗黒面のポークを感じるって言うのよ。なんじゃそれって最近さ、ちょっとまたふっくらしてきたのね、ファンクちゃん、うん、グラマーになってきたから、連れがね、なんか知らないけどファンクから暗黒面のポークを感じるんだって久しぶりに泣いたよ。傷ついたよ。ファンクのね、釣れはね、センスある。ファンクを傷つけるね、センスは抜群ね。あ、今ブログニュース見ながら話してたんだけど、あ、恵方巻きをさ、一人200個とか売れとかって指示？200個？え、なにこれ？コンビニで恵方巻きぬるま一人200個とか無理に決まってんじゃん。店長勝手にやってんのに給料から200個分引くとか意味わかんない。あ、やっぱりまだあるのね、こういうことが。へぇへぇ。え、ひどいね。恵方巻き取りに来るの忘れてますよ。買わなかったら給料天引きされますよ。今日買わないと期限過ぎますよ。3日の6時が期限ですって店長からメール来てるらしいんだけど、あ、これはひどすぎる。あら、あ、これ多分同期行った方がいいんじゃない？うん、いや、許しちゃダメよ。うん、これ、状態化しちゃうと、他に、バンバンね、被害者も出ちゃうじゃない。これは徹底的にね、やんなきゃですよ。うん。やっぱり、やってるとこまだあるんだね。まあ、ねえ、日本の闇だね。ファンクはね、20代ぐらいの時にね、コンビニで働いてたんだけど、ファンクの時代はこういうのはなかったか。てか、まあ、恵方巻き自体ね、あんまり流行ってなかったじゃん、東京では。あ、でも、ファンクが働いてたお店はフランチャイズの店で、まあ、個人のオーナーがね、やってるお店だったんだけど、いや、まあ、まあ、オダーティーだったな、うん。控え室とかひどかったもん。ファンクとかさ、一緒に働いてたお姉ちゃんとかさ、あまりにも気になって掃除したんだけど、いや、もうすぐ汚くなっちゃう。うん、
で、そこのさ、店長のさ、お母さんかなんかが、いっぱい物買ってきちゃって、冷蔵庫入らないとさ、豚肉とかさ、アイスのさ、クーラーボックスあるじゃん。あん中にさ、入れちゃうのよ。で、お客さんがさ、なんでこんなの入ってんだってさ、注意されることある。アイス買うときにさ、横にさ、ね、お肉とか入ってたら嫌じゃん。店長に言ったんだけど、いや、大丈夫だよとかって、もうそんなレベルのコンビニだったのよ、なんか言ったところ。ほんとひどかったんだけど。でも結局ね、まあ潰れちゃったんだけどね、そこ。まあ、てか、ね、潰れるよ。いや、ファンクは大好き、このコンビニはほんとひどかったなぁ。あと、給料の支払いが遅れたりね。ちょっと待ってって。いや、今日支払いなんですよ。なんで毎月ちゃんとした、同じ日に給料入んないんですかってさ、いや、ちょっとごめん。これ、コーヒーあげるって言うんだけど、賞味期限かなり切れてるよ、コーヒーとか。ああ、すごいコンビニだったなぁ。でね、そこのね、店長ね、すごく変わってたんだけど、賞味期限切れてたお弁当とかね、ファンク果たした時代好きなだけ持っていけたんだけど、唯一ね、焼肉弁当だけは持ってっちゃダメって言うのよ。え、どうしてですかって言ったら、いや、これだけはね、俺が食べるって、絶対渡すわけにいかないって言うんでね、まあいいっすけどって。ファンクは別に、焼肉弁当にこだわってないから。でもね、残ってた一個ね、バイトのね、なんか男の子はね、持って帰っちゃったのよ。それ知ったね、店長がもうぶち切れちゃってね。いや、もう無理に揉めて、その子結局辞めちゃったのよ。いや、そこまで焼肉弁当に情熱を傾ける店長もすごいなと思ってね。いや、でもあそこは潰れるよ。それでね、一緒に働いてたね、お兄ちゃんがね、サーファーの人で、で、そのね、サーファーのね、お兄ちゃんのね、奥さんがね、元ヤンの人で、ファンクをね、会うためにいつもね、メンチ切ってくるのよ。で、なんでこんなに嫌われるかなと思って、一回聞いたことあるのね。なんで毎回来るたびに僕を、メンチ切るんですかって言ったら、いやいっぱい賞味期限切れたお弁当とか持ってくじゃんって。で、なんか、デザート系持ってくでしょって。僕好きなんで、持っていきますけどって。今までみんなね、デザート系はね、持って帰らなかったんだって。で、ファンクが来てから、ファンクいっぱい持っていくってんだけど、その奥さんね、いつももらって、持ってきて帰ってくれるとね、嬉しくてね、それ全部食べちゃうらしいんだけど、それ知らないじゃん。分け前減るからってね。ファンクを敵視しんのよ。で、えらい期間嫌われたなぁ。でさ、旦那の方にさ、やっぱりもらっていかない方がいいっすかねって言ったら、いや、そんなみんなね、自由に持ってっていいっていうのに、ねえ、プリン1個とか2個ぐらい持ってっていいんじゃないって言うから、これは、お前が持ってくんかいとは言えなかったけどさ、揉めんの嫌だったから、そうっすねって言うんで、すごいコンビニだったなぁ。その当時ね、バイトやっててね、ファンクね、夜ね、清掃のバイトもやってたのよ。だからさ、外とかにさ、備え付きのさ、蛇口とかあるじゃん。あそこから出る水とかさ、バイトリーダーとかからいろいろ教えてもらって知ってたからさ、そういう話なんだけど、で、それで、よくさ、お店の方にさ、水ちょうだいっていうおじちゃんがいたのよ。で、あ、いいっすけどって言って、みんななんか水道貸してあげて、外のね、なんていうのかな、植木に水あげる用の、それのさ、水をさ、なんかペットボトルに入れて、1.5 とか2リットルのとか、大五郎のあの大きいペットボトルに入れて、持って帰るおじちゃんがいて、で、ファンクね、そのおじちゃんに言ってあげたのよ。昔のさ、外にあるさ、水ってさ、カルキとかいっぱいすごいじゃん。鉄分多くて、それ、
普通のさ、あの飲料水じゃなくて、まあ、あの人が絶対飲んじゃいけない水だってみんな知らなかったのよ。でそのおじちゃんさ、いいですよって言ってみんなガンガン上げてたらしいのね。ファンクさ、あ、それ飲めない水だからダメですよって言ったのよ。え、なんで、水は水でしょって言うから、あ、これはこれこれ、あのこういう水で、あの、ま、人が飲むように処理してないんですよって言ったら、そのおじちゃんがさ、え、そんな水を俺にこの水は飲ませてたのか、訴えてやるっつってさ、ファンクに1億出せとかって言うのよ。あの、訴えられたくなかったら1億出せって。いや、それ僕じゃなくてお店に言われたらどうですかって。で、店長にね、あの1億出せっつったらさ、ああ、はい、わかりましたって、あの、賞味期限切れたさ、なんかパンとかあげて、あ、これで帰ってくださいって言ったら、いや、覚えてるよっつってさ、またしばらくするとさ、1億出せって来るのよ。うん、あのおじいちゃん、すごかったな、うん、でもね、あの、それ以来ね、なんか公園のね、水飲むようにしたって言ってた。うん、水もね、飲めるやつと飲めないやつあるのよ。うん、あの、結構知らない人いるのよ。だからね、気をつけないとダメですよ。うん、バイトリーダーからね、教えてもらったんだけど、あの、殺菌しかしてないから、水分めっちゃ多いんだって。雨水をさ、浄化したものを使ってる水っていうのが多いらしいのよ、ビールとかで。それ飲むとね、鉄分めっちゃ入ってるから、体バッキバッキに硬くなっちゃって、もうね、死んじゃうんだって。で、もうほとんどね、もう毒だと思ってた方がいいってさ。え、じゃあなんでそんな水設置してんですかって言ったら、ファンクちゃんバカなのって、人が飲めない用の水だって言ってるじゃん。だからあのね、暑い日にさ、ね、なんか埃とか舞ったりとか、そういうところになんか水かけたりとか、うん、あの水で作業するじゃん、の、あの飲まない以外に。そういうのに使うんだよって言われて、なるへそーって、うん、だからね、みんなね、むやみにね、あのビルとかに設置してある蛇口からね、あの水飲んじゃダメですよ。あれ有毒ですからね、飲めない用の水なんですよ。もちろんね、あの飲める用のね、一般にみんながさ、普通に飲む、水道と同じ、管でつながってて、外で使うのも、飲料水と同じっていうところもあるからね、もしなんか、飲む、場合があったとしたらね、まあ、詳しい、まあ、ビル管理とか、設備の人とか、うん、まあ、そのビルのね、管理人とかに聞いてみた方が一番いいんじゃないのかなと思う。それでは今日はここまで。じゃあねー。